刻んでいこうぜ。よしきでございます。かなり真面目モードです。真面目モード苦手というか、うん、結構ひよってるね今。フルマラソン初練習動画になるのかな。そうだね。いよいよね、あの長距離の体を作っていくというか、フルマラソン仕様に向けての移行期になる初めての練習動画になります。長距離のエコノミー的な体に仕上げたくて、ただのペース走じゃなくて変化走というかビルドアップ走、ビルドアップ走すごく効果的なので、長距離の体に仕上げていくというか、酸素をうまく取り入れていくための体にするのにはビルドアップ走がもってこいの練習だと思ってるので、気持ちビルドアップ走ということで。なるほど。今日は4分15から4分10で最初の5キロいきます。次の5キロから10キロがレースペースの4分で、ラスト5キロがきついけど3分50から3分45のあたりで、まあ、ビルドアップできればなと思ってます。めっちゃ苦手だと思う今の僕にとっては。800の練習も結構してたということで、この間6キロで結構へばってたから15キロいけんのしかもラストも結構上がるから、ラストが大事な練習になるのかなと。昨日もね、結構ね210本ってすごいスピードを入れて、210本プラス8000のペースを入れてるので、ちょっと今体が疲れてる状態で長いロングランを入れるっていうのがフルマラソンの後半の動きにつながると思ってて、セット練としてこなしていこうと思ってます。じゃあいってらっしゃいませ。はいっす。ダッシュで行こうぜ。じゃあ15キロ行きます。はーい。まあ、基本的にはね、ヨシキさんの後ろを安全運転で今日も行きたいと思います。始まったね。始まりました。ロードを走るヨシキさんを見るのは結構久しぶりなので、今日どんぐらい粘ってくれるか、どんぐらい余裕度があるのか、まあ、楽しみながら撮影していきたいと思うんですけれども、そうですね、昨日きつめの練習が夜あったんでね、そして今朝なんで結構疲労感が多分自分の想像以上に残ってると思うんで、まあ、そこを、ね、どんだけ理解して、これから調整して走っていけるかっていうのもポイントかな。部活のみんなもね、夕方練習して次の日朝から練習だと多分いつもと疲労感全く違うと思うんだよね。だそういう時って怪我のリスクももちろん高いし、逆に多分いつもより走れない人も多いと思うから、なんでいつもより走れないんだろうってただ思うんじゃなくて、その練習の時間の空け方とかもかなり大事です。冬季が始まりそうだから、俺もこれからなんかまた長距離走り始めんじゃないかな、ちょっとビクビクしてるんだよな。だからね、このヨシキさんがこんなにポンスカポンスカ跳ねてね、今から15キロ走るっていうのも本当にすごいなと思うんだよな。僕が長距離走る時はもうバネを殺して走るんで、でもちゃんとね、このしっかりヨシキさん浮いてバネも感じる走りしてるんで、これが持つわけですから、すごいね。4分11。今日のシューズはシューズ、はい、足つめたスピードスカイ、足つめたスピードスカイ、ペーパーフライよりも、うん、安定感があって、安定感ある、ロードにはめちゃめちゃいいです、うんうんうん、安定感って設置のことなんですか。そうだね、なんか大げさに言うとペーパーフライは、うん、めっちゃ弾むけど、うん、バランスボールで、うんうん、でこれは、うん、ちょっと弾むけど、うん、バランスボールよりもグラグラしてる、なるほど、そういう感じです。今日はね、競技場では貸し切りで運動会が行われております。楽しそうだね。休日なんだけどね、めっちゃ人多いね。すいません、ちょっと上がっちゃった、ちょっと上がっちゃった、多分人が、そうだね、はい、人多くて調整しちゃったね。4分2で、4分2、おお、ビルドアップ走なんで、うん、しっかり設定を守っていきたいっていう、うん、オッケーです。設定重視で、僕の中で4分10も、4分も、うん、3分50も感覚的にはそんな変わんないんですよ。はいはい。ただ体にもたらす影響とか、うんうん、呼吸器官に刺激される影響っていうのは、うん、確実に絶対ビルドアップしてた方が効果があるので、はいはい、今日の目的は長距離の体に移行するってことなんで、はい、はい、調子いいからといって、はい、そうやって守らないっていうのは意味なくなっちゃうんで。なるほど。今までのフルマラソン前のこういう動画って2週間に1回だったんですよ。2週間に1回だったの。今回は1週間に2回距離走。1週間に2回距離走。そうですね、全てを届けられるか分かんないですけど、皆さんやります。なんだろう、俺の足りないとこって、はい、ポイント練習よりもこういう距離走なので、はい、週間に1回から週間に2回、うん、しっかりスタジオを作って本番に臨みたいと思います。頑張ってください。まあ、距離走をやることでね、彼自身にもさらに自信がついて、よりいい状態でね、フルマラソンのチャレンジ挑んでほしいので、やっぱ僕も 100m の企画やってる中で練習できなきゃここまでなんて絶対できないんで、3分4分5、早くも 3km 通過ですね。5分の1、うわー、こういう言い方やったね、5分の1とか、無
麦茶です。麦茶といえばね、サムジョーのユニフォームにもね、麦茶のスポンサーついてますけれども、今すごい SNS に力入れてるそうで、皆さんもぜひ麦茶、夏終わっちゃったけどまだまだ汗かく時期なのでね、ぜひ飲んでほしいと思いますけれども。4分後、素晴らしいペースで刻んでおります。キロ4のペースってチャリ漕いでても、まあ、ちょっと頑張るペースなので、早いよね。僕みたいな短距離選手なんかがね、ジョギングとかしまして、どんぐらいがキロ4なんだろう、感じよくこう走るんですけど、まあ全力。さあ、このアップダウン、いろんな傾斜をくぐり抜けながら、よしきはしっかり走っているところでございますが、そうですね、ちょっと汗もかいてきて、そろそろ疲労感も出てくるところではないでしょうか。ペース上がってしまうところをね、しっかり抑えて、設定の中でビルドアップしていくと。これでもう一人二人いるだけでだいぶ練習の軽さとかも変わるんだろうけど、なかなかいないからね。こうやって一人で頑張ってます。4分後です。ここからペースアップになります。さあ、ここからキロ4ペースに上がります。僕の感覚は、はい、ここからスタートです。ここからスタートですね。はい、3分58、今6キロか。6キロ、投げるな。ちょっとカメラ忘れて、喋らないと楽になるな。楽になる。喋んなくていいよ。無理せず、あのこの感覚で車マラソン行ければいいんだよね。なんで行けないんだよ。7キロ。3分55。想定通り。すごい動画の余裕になりそうだな、これ。本当にノーカットでやってるんで今。まあ今ね、撮ってるカメラも YOSHIKI さんと活動を始めてからずっと使ってるカメラなのでね、そろそろ新しいカメラも買い替えないとなっていう話を前ありました。3分55。足が速いです。この辺から、はい、俺の弱いところ、弱いところ始まります。ちょっときつくなってきました。3分52。9キロ。3分52。さあ、こっからですね。こっからです。3分51。さあ、ここから3分50切っていく。その5キロ始まります。鬼門の5キロ。いやー、きついぞこれ。これきつい。イメージは、はい、本当にこのきつさというか、はい、あの最初ゆっくり入ったじゃないですか。はい、なるほど。ネガティブラップをイメージして、はい、後半のフィルマラソンのきつさを、これの弱いところを想像しながら、はい、ここは想像しながら、きついなこれ。いや、明らかにペース変わってきたね。上がってる、めっちゃ上がってる。41。3分41。上げたね。ちょっと上がりすぎた。上げたね。3分43。12キロ。3分43。12キロ3分43。はい、上半身振らない。はい、上げたね。やばい。いや、ちょっと上げすぎ。上げすぎ。やっぱ37だ。はい。早い。あと1。あと1キロ。オッケー。3分18。上げたね。絞り出した。絞り出したね。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。お疲れ様。想像以上に最後は上がっちゃったんですけど、うん、最初の10キロは上がりすぎないように設定通り行って、まあ、ラストは絞り出して、今の実力だったら3分50切るか切んないかぐらいで打ち上がるかなっていう感覚で設定したので、3分40前後だったんですけど、まあ、それはそれで最後はビルドアップそうなので、まあ、いいのかな。まあ、今日はよしとしようかな。いいと思います。一番はあの昨日追い込んで今日セット練できたっていうのが、うん、こういうのをこれから3ヶ月みっちり繰り返していけば、がっかりする絵を届けなくて済むと思ってるので、うん、しっかり今度こそ達成して、本当に YOSHIKI 本気なんだぞっていうのを分かってもらいたいですね。うん、
ナイスランでした。こういうことを言うのすらちょっと怖いというか、まあビクビクしてるんですけど、うん、それをもう力に変えてしっかり楽しみながらやっていこうと思います。はい、お疲れ様でした。ナイスランです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。